皆さんこんにちは、紅のタッカーと申します。今回は信長の野望新生織田信長編でぜひお楽しみください。どうぞ。お、なんかイベント来たかな。はい、 A6 の編。幕府復権のために精力的な活動を続ける第13代将軍足利義輝。あ、これそうそう、なんかね、視聴者さんに教えてもらったんですけど、この本のマークを押すと、あれ、なんかどっかを押すとボイスで喋ってくれるみたいな話を聞いたんですけど、違うのか。これに対して当主長吉を失い、機内で影響力を急速に失いつつあった三好家臣団は強い危機感を抱いていた。ちょっとお茶飲むね。はい、久保様は長吉様亡き後、我らの存在を全く無視して祭り事を進めようとしておる。我らの力なくは独り立ちもできぬくせに。なるほどね。はい、足利将軍家は勝手に動いてると。我らは将軍の権威を見越しとして機内に権威を築いてきた。意にそのあぬ見越しならいっそ引きずり下ろしてしまおうか。松永久秀の息子かなんかかな。だが、あの久保様は厄介な存在だ。隠居は幽閉ごときで復活しかねえ。いっそ亡き者にするか。わー、そういうことか。将軍殺しの話ですか、これ。はい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 。久保なら適当に御所であしらっておけばよいということで。ああ。あ、え、松永久秀があれか。将軍を倒したんじゃなくて、三好三人衆が倒したんだ。あ、俺これ知らなかった。はい、だが激しい訴えやがて小競り合いとなり、次第に予期せぬ戦闘へと発展していった。己三好のやからめ。はい。将軍覚悟ということで。はい、塚原牧伝って読むかな。はい、剣術の達人だったら確かね、義輝はね。はい。多勢に無勢でしょうか。はい。細川藤田家庭。あ、今回顔違うね、細川さんね。はい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 。この一連の事件は A6 の変と呼ばれる。第13代将軍足利義輝は討たれ、幕府はその機能を停止することになった。いや、恐ろ多いですね。はい、やりおったかバカども。あえて将軍殺害の汚名を切るとは、なんという愚かな連中を。あー、松永久秀さんはあれか、反対してたんかね、この立場にね。はい、久道までもがということで、息子なんかな、三好家の。はい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 、この辺から三好家のね、悪名が広まって衰退していくというところでしょうか。はい。はい。一方、三好三人衆は久保亡き後の京を制圧するが、時を外して久道と対立。共通の敵を失った三好三人衆と松永家の対立は明確なものとなっていったのである。この将軍家殺しを機にあれか、三好家から松永家が独立してたんかな。そして細川藤高を中心とする幕府の旧臣は、義輝の弟、各家というもの、これ、はい。足利義昭さんですかね、はい。と名乗らせたということですね。ちょっと今日口が回ってなさすぎてごめんね。はい、 A6 の編、送りました。すごい編が起きましたね。これじゃあイベントがなんか進んだりとかすんのかな、またね。はい、自制力。吉岡家の使者が、進みそうですね。あと日付だけ待てばいいって感じでしょうか。この辺から天下不武ぐらいまではまあ見れたらいいかななんて思ってますね。さあ、続けてやっていきましょうか。あ、風文で日本の不幸ってありますね。三好長慶に代わり、あー、三好長慶死ぬ弁とか、これ、ちょっと弱体化してほしいから、押しちゃおうか。承認ということでね。そういう風にね、イベントを起こす起こせないも決められるんですね、今回ね。はい、細川家臣の立場から、主を凌駕し、将軍をも上回る勢力を機内に打ち立てた三好長慶。ある西洋人は彼を日本の福王と呼んだ。その長慶を支えた弟たち、鬼と呼ばれた猛将、曽我一政と、茶人としても知られた三好実機はすでになく、残る弟で、水言式でいた浅香冬康かなは、長慶の随一の重臣松永久秀と対立していた。はい、その弟が長慶から自害させられるって話ですか。そんな話もあったんですね。三好家結構ドロドロですね。はい、わしは正しかったのかということで、浅香さんがあれですか、もしかしてじゃあ謀反の疑いがなんたらかんたらとか、そういう話があったんですかね。はい、我が志。はいはい、長吉さんが、自死義興に先立たれた後、曽郷一政の子義継を養子に迎え後継者とすると宣言していた。長吉久秀は若き義継の権威を脅かす存在となる前に冬康を亡き者としたのである。あ、そういう流れか。ああねー、うーん、でも結果的に三好家は分解されちゃってるからね。これ松永さんの策略だったら結構恐ろしいよね。はい、
我が道もこれまでか、我が道もこれまでかということで、長吉さんがもうちょっと長生きしてたらもしかしたらね、三好の天下もあったんかなってね、思わせる感じですよね。はい、弟を失い子に先立たれた最後はあまりに寂しいものであった。長吉さんにはね、最後までね、松永さんね、忠誠尽くしてましたよ多分ね。この三好家の分裂がね、松永家での戦略なのか、まあそういういろんなね思惑があって動いたことなのかわかりませんが、はい、出番が来たということで、ここからね松永家での下克上が始まりますね。はい、局地回ってなさすぎて本当ごめんね。はい、長吉さん死にました。ということで松永家がこれ独立してないですね、続いてですね、まあひとまずやっぱり北畑家を攻める方向で行っていいよね、この感じね。さあ、じゃあやっていきましょうか。戦争、今回ね、この、戦争に関しては、いきなりね、宣戦布告するのではなく、もう合戦がすでにね、行われますんで、合戦出陣で、もう行きましょうか。長島城攻め、やっていきましょう。こんなにいらないか。1万4000も兵いらない、多分ね。ちょっと絞っていきましょうか。あ、これあれか。もしかして、この赤い、なんか、マークが出てるところは、敵の城と隣接してるみたいなことなんかな。そんな感じもしなくもないよね。太田さんを出陣取り消しして、あ、そうかもしんないね。この赤いマークがついてたらもしかしたらね、出さない方がいいのかなっていう気もしますね。まあ、5部隊9000人は十分じゃないでしょうか。長島城攻めね、北畑劇に、攻めていきたいと思います。やっていきましょう。はい、お前様のご分に祈ってるかねということで、秀吉のね、奥さんですね、ねねさん。少しの遅れも許さない。さあ、北畑劇ね、一気に滅ぼしていきたいと思います。頑張っていきましょう。お、イベント来たなんか。よく起きますね。吉彦の使者。室町幕府13代将軍、足利義輝が暗殺された後、出家していた弟、足利義昭は、減属して幕府再興を目指していた。はい。上洛を促したその大名の中に織田信長も含まれているということですね。斎藤家とも和睦をしていた。ん？斎藤家もういないぞ。はい。はい。ちょっと重要そうなところに読んでいきましょうか。はい、美濃のことでございますかということで、幕府の求心ですね。はい、求心というか幕臣ですね、まだね、細川さんね。はい、もしかして明智光秀さんがこっちに来てくれたりとか、そういう流れとかなかったりし、あ、スープっぽくないこれ。お初に御意を得ますってもんかな。拙者義昭様のそばの者にて明智十兵衛と申します。る所持私にお任せください。はい、はい、細川藤高と明智さんにね目をつけたって形でしょうか。はい、十兵衛とやらこれよりは楽に話そうぞ、貴様も楽にするがよかろう、洗い方きということでね、ここで面識を得たんでしょうか。はい、明智についてなんかね、どっからかって結構出自謎ではあるんですけど、このバックのね、爆心であったみたいなところはね、どうもね本当っぽい感じですよね。はい、鉄砲、ほう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 、鉄砲の名人だったか明智さん。へえー、はい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 、終わりの大月、噂通りの男だな、尋常の助ではない、型破りそのものだということで、ここでね明智さんも織田信長にそうですかね、目を置いたということでしょうか。明智についての、前半生は謎に包まれている。美濃の出身で斎藤家に仕えていた。濃姫の縁者だった。朝倉の家の家臣だった。さまざま説があるが、いずれも確かではなく、信長が天下布武を掲げ、今日を目指すところから記録に名が現れるようになり、やがて織田家有数の実力者としてのし上がっていく。信長と光秀、運命の二人の道はこうして交わり始めた。ということでね。さあ、光秀さんがじゃあこれ使えてくれるのか、もしかして。またイベント起きましたね。はい。天下布武、いいですね。諸国放浪の後、しばらく越前に滞在していた前将軍の弟、足利義昭は、織田信長の協力を求め、美濃に移動した。そう、最初ね、足利義昭はね、結構ね、価格が高い朝倉家の方にいたんですけど、なんかね、義景がね、全然動かないから、信長のところに来たみたいな流れだったかな、確かね。はい、朝倉家をね、見限って、織田家に来たって形ですね。はい。リッセージって読むのこれ、なんて読むんでしょうか。なんかこれね、本のマークを押したらね、読めれたりするなんて話を聞いたんですけど、特に押せないんですよね。なんかボイスが聞けたりするみたいな。やってみせましょう。はい、ここ押したら押せたり。ん？いやー、違うか。はい、応仁の大乱、名誉の返事以来、諸国が乱れ、父母様が地方へご同座される事態となったのは、武なきがゆえということで、はい、力をつけましょうってことですね。互いに利が、はい、互いに利があるそうですね。
当時天下という語は日本全土を指す用法だけでなく京を中心とした畿内を意味する場合もあった。天下府部とは畿内を軍事的に制圧して幕府を再建することか、それとも幕府と別に全国を武力で統一することか。信長が考える天下と義明の考える天下、それが果たして同じものだったかどうかは不明である。まあ、信長は完全にね、全国統一を目指してますよね。しかしこの日、生まれも育ちも異なる二人の男の野心は重なり合い、この後も彼らは奇妙な関係、協力関係を続けることになる。はい、ということで、天下府部まで出ましたね。あ、足利家が、じゃなくて明智光秀さんとね、その息子さんでしょうか、織田家に従属しました。さあ、行方不明の足利義明が織田家に復帰、細川さんもここでね、入ってくれたんでしょうか。見ていきましょうか。いいですね。はい、入ってきましたね。ちょっと能力見ていきたいね。はい、武将で、まずはじゃあ足利が、義明から見ていきたいんですけど、チラッかな、あれいないちょっと探していきましょう。あ、いた。はい、足利義明、中世クソ低いですね室町幕府15代将軍ということでね。能力的には、こっちで見た方がいいかな。はい。今回結構低いね、足利義明ね。前作は、外星が100ぐらいあった気がしたんですけど、今作はちょっとあんまり強くなさそうですね。はい。あと、明智光秀、さすが強いですね。はい。そして息子も強いと。細川藤孝さんは、生命たけされたかするのかな。そうですね、はい。まあまあいい能力でしょう。今回ね、顔が違いますね。いいですね。明智光秀も確か顔が違うかな。秀光もちょっと見てくるし。はい。はい。あー、秀光さんは使い回しですね。はい。そんな感じで、引き続きね、この北畑家攻めやっていきましょう。行くさぞ。敵を滅ぼさん。さあ、軍をね、制圧しまして。はい。合戦やっちゃいますね、これ。やってもいい感じするよね。はい、合戦可能なんで、多分こっち有利でしょう、かなり。そうですね、やっていき、あー、3部隊か。もうちょっと待っていきたいな。はい、揃ったけど、そうか、3部隊しか出してないのか。3部隊の6000と2部隊の2800で、威風がないってなったら、まあ、合戦するメリットないかな。このままね、普通に押しつぶしていきましょうか。はい、オッケー。兵力差結構ありますんで、不覚を取った。ババヌゴハイはどうしたのこれ。なんかあった？はい、佐竹家が北条家によって滅亡というね、恐ろしい、履歴も出てきましたが、うわー、関東は北条ですね。中部が武田家。上杉がね、内を攻めたことによって、逆にね、結構今武田家にやられてる状況ですかね。春日山城はこれ、守り切った感じかな。うん、そうだね。いい感じでね、こうやってね、東日本は潰しちゃってくださいっていう感じですが。さあ、頑張っていきましょう。向こうにはまだ足りない。来たか。これ、本体が来たらちょっと戦った方がいいかな。はい。合戦、2部隊の6000と4部隊の6000。あ、結構きついか？いや、普通に倒したいな。もうちょっとあれか、部隊出してもいいのかな。はい、気持ちね、1500の部隊、滝川さん出しました。多分ね、このまま普通に戦ってもね、勝てるんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい。春日山城を攻め落とす前に壊滅するとは、ということで。あ、ちゃんと援軍ありやってたんだね。はい。お疲れ様でした。まあ、大陸墓場のね、まあ、兵力をちょっと分散させたいからね、攻めてもらったっていう節がありますんで、まあ、問題ないでしょう。いやー、東日本上杉取ってもいいのかなって気もするけど、ちょっとね、避ける兵力はそこまでないんでね、やっぱりね、近畿の方を目指していきたいと思います。さあ、思わぬね、形で結構な決戦になりましたが、これは、どうしたらいいかな。もうちょっと舞台出したいんだけどな。出せるだけ出した方がやっぱいいのかな、これ。そうだね、ちょっと、全面戦争になります。お、朝廷が開きました、はい。金くれるから感謝くれってことですかね。承諾していきましょう。さあ、もうすぐでね、長島城攻略できるんじゃないかな。これ制作レベル合計8人でしょう。受けたまっていく。やっぱりあれだね、舞台はなんか蹴散らずに一気に出して一気に倒した方がいい気がするね、この感じね。さあ、城攻めうまくいくんじゃないでしょうか。頑張っていきましょう。ちょっと信長下げるか一回ね、280しかないんで、信長を下げつつ、オッケー、この3部隊で倒していきましょうね。いい感じで攻撃もできてるんで、長島城が落ちたりしました。やったー。オッケー。武将投入できたりとかはしませんよね。これ多分一問だもんね。じゃあ解放していきましょう。このゴーンは忘れぬ。
さあ、帰還してもいいか。いやー、このまま攻めたいよね。ちょっと待って。ストップ。はい。さあ、上手2名。さっさなにまささん。血気持ってんのか。危ねえ。これ血気持ちだとね、軍がね、なんか反乱起こしたりしますんで。いや、血気持ってるやつばっかだな。酒井さん。酒井さんがいいかな。内政低いな、でもな。奥村助右衛門。誰かはわかんないけど、奥村さんにする？いや、織田信弘。一門衆だよね、一応ね。あ、なんかでも、作詞っていういい特性持ってそうな人もいますね、はい。浄化施設の建設効果が上昇。あー、花輪さんにします？バンだっけ？バンの甘さだっけ？この人。この人にしましょう。はい。いいんですよね。岩村城の領主だったバンの甘ささんを流しましょうね、みんなで。はい。読み方合ってるかな？こういう読み方ってね、なんか分かんなくなってくる、だんだんね。あ、いた。はい。あ、バンの甘さですね。はい。この人何でしょうか？赤穂浪衆っていうものだったかな？はい。原田姓を名乗るということで。ん、まあまあ、割と、上司に任命しても良さそうな人もいますね。はい。オッケー。長島城の治療とかもね、ちょっと任命していきましょうか。はい。8200ぐらいのね、舞台になりました。これはいけるんじゃないでしょうか。軍政率早っ。信長がいるからかな、これ。はい。六角形のこの亀山城もね、そのままちょっと倒してしまいたい気もするよね。六角形はこの亀山城取ったら、そのままね、うちもね、この亀山城もう一回取りに行きたいっていう感じですかね。オッケー。はい。六角形が、オッケーオッケー。あの地を取れました。敵将捕獲していく。さあ、オッケーオッケーオッケー。中性が低い武将とか取れたんかな。はい、2人加入しました。帰還しません。で、これ六角形が邪魔なんで、北畑家があと2つ城がある、3つあるのか、3つあるから、まあまだ滅ばないでしょう。このちょっとね、六角形にも手を出していきたいですね。この亀山城を取り返して、伊勢のこの辺りで迎撃すれば、まあ守れるかなって気がしますんでね。さあ、ちょっと舞台分けていきたいな。信長だけ、次なる手立てはいかにせん、この亀山城攻めてって、城攻めよ。はい、で、佐久間さんで、この桃地さんなんたらかんたらを倒しに行く。で、あとの2部隊を、難しいな、これ。大田さんで、はい。大河内城っていうのかな。と、もう一部隊は、誰だっけ、八塚さんか。八塚さんで、こうかな。さあ、行きましょう。部隊数かなり分けました。どんな感じになるでしょうか。やってみましょう。ちょっとね、初めてやりましたんでね。どうなるかって感じですが。あ、OK、OK、OK。もう一度倒しました。佐久間さん、ちょっと騎乗しようかな、みたいね。これも取れましたね。OK。結構やっぱりあれだね。一旦勝つと、もう一気に。一気に倒せるって感じですね。はい。さあ、武将どんどん投入できていきます。はい、解放していきます。噂に聞く。オッケー。これで、信長は別動隊としてこのまま、もう一個の城を取っていった方がいいかな、これ。次なる手立てはいかに。そうしましょうか。鳥羽城。いや、こっち行くか。こっち遠いもんな。いや、こっちっすか。鳥羽城取りに行きましょう。城落としに行く。さあ、亀山城とかのね、城主任務もやりつつ、頑張っていきましょう。命を下され。あ、これなんだ？港建設だって。できたりすんの？はい。あ、港作れんだ。知らなかった。に仕上げねば。さあ、港建設始めました。今こんな感じですね。亀山町あの地上を落としました。で、一気にね、今回ね、畠山家滅ぼせるんかなと思いますんで、まずちょっとね、木を一瞬のうちにね、倒していきましょう。あ、待って、兵糧がないか、これ。あ、ちょっと一回帰ろう。はい、騎乗させていく。オッケー。いや、兵糧がないの聞いてないな。まずいな。あー、待って、兵士が一気に減ってる。やばい。兵糧がないとかなりまずいな。あー、学びました。はい。危ないかったですね。もう一回、大河内城攻め、出陣していきましょうか。出陣じゃ。やってくれ。オッケー。港広域港が完成したということで。はい。これで何すればいいんですか？ここから先よくわかってないっていうね。オッケー、鳥羽城落としていく。いいね、やっぱ信長強いね。はい、武将はお使いできませんということで、はい、解放していく。拾った命。さあ、北畠家のね、城があと2つになりました。頑張っていきましょう。目標は達成してません。まだ頑張っていきましょう。はい、信長がね、殲滅ということで、これなんて言うんでしょうか。新宮城かな。はい、読めない城多いね、今回ね。新宮城ですね。新宮城を信長が倒していく。
で、ここのね、大河内城は3部隊で倒していくという方針で、ね、頑張っていきましょう。いや、ちょっと待って、なんか信長すげえ削れてんな。これ一回帰るか。滅ぼさん。210とかになっちゃったんで。あ、兵糧がなかったかもしかして。そうか、白攻め兵糧いつも忘れちゃうな。気をつけたけな。我が部をご老じたか。我らが城を落としたぞ。よし、行くか。大河内城制圧。敵将、我が手に落ちた。オッケー。投与していく。いいね。どんどんね、投与できていきますね。はい。さあ、今作すげえ武将が大事なんでね。しっかりとね、敵の勢力を滅ぼすとかね、やっていかなきゃいけないですね。帰らせたくないけど、兵糧大丈夫かな？ちょっと見ていきましょうか。47日。着くまでどんぐらいかかるかな？着くまで、結構返そう、これ、ね。城攻めに有効ぞ。城攻め何日かかります、これ。どうやって見るんですか？60日かかるって書いてあるね。じゃあ一旦この2部隊返しましょうか。なかなか連戦は今回きついかな。この腰兵糧っていうのがね、結構大事になりますんで、兵糧がなくなると思うので一気にね、さっきみたいにね、部隊が壊滅しちゃうんで、一旦騎乗させて、まあ、信長の部隊で倒しに行くっていう形でいきましょうか。あ、海上輸送全軍の兵糧収入プラス10%だって。攻撃庫を作るとやっぱりこれ、こういうのがあるのか。オッケーオッケー、やっていきましょう。直ちに済ませましょう。いや、結構でかい兵糧今回ね。あと何があるかな。ちょっとね、この辺もしっかりやっていきたいですよね。国高上昇、いや、兵糧が欲しいんだよな、とにかくな。兵力上限ではなく、兵糧系のやつ、兵糧系のやつ。治療耐久も取った方がいいんかな。これもいっぱいあんな。よろしゅうございますか。徳川家が今川家の吉田氏を攻めてくれという話ですね。よろしくございますか。まあ、気持ち出しておきましょうか、じゃあ。この辺は、ああ、こうやって編成されるのか。一部隊でいいよな。取り消ししていく。ちょっとね、編成していきましょう。試乗する。あ、待って。約束は吉田城に兵力14,800以上って書いてあるんだけど。これ、出さなきゃいけないんだ。うわー、誤算だな、ちょっと。いやー、しょうがないよね。14,800以上って書いてあるんで、ちょっと吉田城ね、全力で取り押していきましょうか。さあね、もう一回こっちですね、私はね。はい、武田家の同盟はもうもちろん延長しますよ、はい。はい、海上輸送も完了していく。いいですねー。オッケー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 。いい感じで、軍港も溜まっていきます。で、武田家との同盟延長もしなきゃいけないよね。朝廷、あ、朝廷もいけんの？まだいかな。はい、官職の必要性がね、まだちょっとちゃんと分かってないんでね。さあ、武田家との同盟延長は、あ、延長があるわけではありますね。これでいけるの。いやー、武田家から言ってくれんの待たなくていいか。オッケー。はい、あ、押したら一瞬で結ぶんだ。じゃあ今回親善は大事じゃない、かなりね。しっかりと親善やっていきましょうか。もう一回武田家との親善を100に上げなきゃいけない、こういう時はね。なるほどね。かなり外交重要そうですね、今回ね。お、なんかイベント来た。竹中半兵衛出身、あ、来ました、はい。かつて稲葉山城をわずかな手勢で奪取した竹中半兵衛重春は、その後隠遁して、近江に暮らしていたと伝わる。織田信長によって、美濃斎藤家が滅亡した後も、半兵衛はいずれ出艦することなく、成功独の日々を送っていた。よろしゅうございますか。はい、よろしゅうございますか。ということで、あれですね、秀吉の三根お礼の話ですね。お断りします。はいはいはい。話になりません。はい、話にならないそうですね。お聞きください。はい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 。どう転ぶかわからない。信長のことに関してはあまり信用していないと。ほうほう。ありがたや。はい、ただね、私みたいな身分の低い人でも信長さんにね、取り立ててもらって出世してますという話ですね。確かに信長殿のお一人では無理でも、貴殿らが支えればできるかもしれませんな。ちょっと水飲むわ。木下殿、ぶしつけながら私は織田信長殿よりも貴殿の方に未来を見出しまする。はい、ということで、信長ではなく、秀吉に使えようということですね。はい、片付けのござる。織田信長天下取る一代で叶われば、必ずその後を継ぐのはこの木下秀吉という男であろう。あ、そんな風にしたんだ。信長のね、息子じゃないんだね。はいはい。かくして木下秀吉の与力という体裁で織田家に仕官した伝説の軍師武中半兵衛は、再び戦国の世に出ることになったのであるということで、さあ、武中半兵衛仲間になりました。
いいですね。ついにね、うちにも軍師が来ましたね。はい、秀吉の軍師でございます。北畑敵のね、残る武将じゃない城がね、あと一つですので、しっかりとね、落としていきましょう。城を OK、 落としました。はい、新宮城として北畑敵が滅亡ということで、山をかけよ。これ全部取れたりするのかな。はい、OK、 全部じゃなかったけど、昨日北畑の投資は無理ということで、これは投与できるのかな。後に無理かな。滅ぼした大名はもしかしたら投与できないかもしれないけど、ちょっと解放していきましょうか。はい、貴殿は器が大きい、器が大きいということで、いずれで使えてくれたら嬉しいなと思っておりますが、さあ、帰還しても良いです。はい、これで帰還できるかな。 OK、 今回ね、北畑家を滅ぼすことができました。ちょっと内政立て直していきましょう。はい、じゃあね、時間がいい感じなんで、ね、今回ここまでしましょうか。今回ね、海陸文城を薄い木で攻められたんですが、武田家の援軍を使ってね、見事返り討ちしましたと、しましたと。あとね、北畑家を見事ね、滅ぼすことができました。次回は六角形を滅ぼして、まあ、二条五所の上洛に行ければいいかなっていう感じでしょうか。歴史イベント自制力。そうですね、上洛がありますんで、二条五所まで取れたらいいのかななんて思っております。では今回コメントしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。